外魔の野望。あ、柴犬とかいいよな。またにかけたストーリー、地球の平和を守るためにまた今日も一人6畳まで腕立てストレッチ、踏んづけても踏んづけても水泳のアクア、頑固でしつこい油汚れによく似てる、レッド。おいガメス、俺だよガメス。おいこらガメス、開けろよ。ぎょうさんだ。おい開けろっつってんだろ。なんだよ、俺なんかまずいことしたっけな。とりあえず逃げとこ。ガメス、うわやべえ。よいしょよいしょ、ガメスウィング、ドメスティックラーム。よいしょ、あいだ。逃げてんだカメ野郎。俺が何したって言うんすか。何にもしてねえよ。じゃあなんで追っかけるんすか。てめえが逃げるからだよ。はあ、お前に頼みがあるんだよ。金ならないっすよ。ちげえよバカ。今日合コンあるからよ、お前も来いよ。合コン。今日はみんなシクヨロで乾杯。乾杯。じゃあとりあえず自己紹介しよっか。ようこです。あけみです。さとこです。じゅんこです。ぎょうくんです。ガメシュッシュ。ヘルスカルです。今日のメンバーやばいっすね。あれ、もう一人は？もう来るはずなんだけどな、化粧回しに時間かかってるのかな。ゲイラスの野郎、たるんでんなあいつ。一晩干さなきゃダメだな。もうじゃあゲイラス君が来るまで俺のドメスティックアームに代わりをさせましょうか。皆さんよろしくお願いしましゅ。やろうだよ。ぎょうさん今日乗ってるよ、乗りまくってるよ。今日はもうジャブジャブ飲んでガツガツ食って、もうどんどん頼むから。カモンナウ、何やってたんだイカフライ。あ、いたいた。パンプ様。ガイマの野望。あ、首輪とかも買わなきゃな。ヘンゲル様、来週の作戦の件ですが。うん、すまんすまん。大勢の裸の女に追われている姿を妄想しておってな。で、要件は？童話に金の斧銀の斧ってあるけどさ、あれが斧じゃなくて握り寿司だったらお前どうする？正直に答えても池に落ちた握り寿司返してもらうことになるんだぜ。どうでもいいよ。
水の中でバラバラになったシャリをちゃんと神様一粒一粒拾って、減ろよもう。バンプ様、どうしてバンプ様がゲーラス君に場所聞いて、ゲーラス君都合が悪くなったって、病君の携帯にかけたけど繋がらなかったって、それでアジトへ電話があったの。それでわざわざバンプ様がここまで、みんな心配してるかと思って。すいません、ここに座って休んでください。やばいっすよ、汗びっしょりじゃないっすか。ありがとう。私少し休んだらすぐ行くから、みんな続けて集団お見合い。集団お見合いだって。いや私。まあ、それじゃあお言葉に甘えて集団お見合い続けよう。ねえ、なんか臭くない？本当。ごめん。ああ、これ私だわ。ここに来る前にぬか味噌混ぜてきちゃったから。ああ、ぬか味噌の匂いか。臭いけど懐かしい匂い。おじさん、ぬか味噌つけてるの？うん、やっぱりぬか味噌は漬物の王様だからね。ああ、なんか久しぶりに食べたくなってきた私。じゃあ今度アジトにいらっしゃいよ、ごちそうするから。あ、でもぬか漬けごちそうするから前飯は持ってきてよ。ああ、お味噌汁ぐらいなら出すよ。バンプ様面白い。そこは笑えばいいの？いや、マジで企んでるんだって。そのリアクションへこむわ。でさ、レッドっていう嫌なやつがいて。あー、赤ワインがついちゃった。あ、すぐおしぼりで拭いた方がいいよ。ちょっと待って、赤ワインのシミは白ワインで取れるの。え、ほんと？あ、ほんとだ。ね、すっごい、バンプ様物知り。パペットマペットのサイエンスで塩の浮き売りなの。うん、これで大丈夫。バンプ様すごい。あ、もうこんな時間？じゃあ私はそろそろ帰ろうかな。一人足りないんだからバンプ様いてよ。え、いいの？大歓迎。くそ、バンプ様が来てからどうもペースが握れねえ。ラム肉ってダイエットにいいんだよ。私たちの間でもジンギスカンブーム。あ、ゴーヤも痩せるんだってね。へーへーへー、ラムヘー、なんか古い。本当は種がいいらしいけどね、ゴーヤの。くそ、ダイエットの話されたらわかんねえから入っていけねえじゃん。やばいよ、やばすぎるよ。なんか行さんイラついてるぜ。ここは強引にでも動かなきゃ流れは変わらねえ。リスクは高いが。突然ですが、小島よしおネタやります。イエーイ。やばいっすよ、ぎょうさん。イエーイ。よし、足の小指をウェーイ、ダンスにぶつけて、うー、痛くて跳ねたら走らない。ぶつけたよ。噛んだ。でもそんなの関係ねえ。でもそんなの関係ねえ。でもそんなの関係ねえ。はい。へえ、それは災難だったね。バンプ様。あの、ギョーさん、また改めてやりましょうよ、合コン。うるせえ。なんでだよ。君、なんで。はい。あ、もう楽しかった。間違いです。本当ごめんなさい。助けて、おい、助けて。お願い。ちくしょー。俺が開いた合コンなんですよ、ペットさん。あ、分かる。合コンって一度ペース崩れると戻すの大変なんだよね。くしょー。残念だよ。天体戦士サンレッド。これは川崎を舞台に繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。バンプ将軍のさっと一品。皆さんこんにちは、バンプです。
第5回目、今日も張り切っていきましょう。簡単クッキング。さあ、今日も早速お料理。今日は親子カツ丼。スーパーのお惣菜のチキンカツで作るカツ丼だよ。さあ、材料の紹介。まずはスーパーなどで買えるチキンカツを1個。あと玉ねぎ適量。それと卵1個。あとは市販のすき焼きのタレ。それと水を用意しておいて。さあ、早速お料理をしましょう。まずは切った玉ねぎをすき焼きのタレで煮ましょう。タレは水を入れて好みの味に調整してね。玉ねぎを煮込んでいる間にチキンカツを切っておきましょう。大きさはお好みで。玉ねぎがしんなりしたら切っておいたチキンカツを入れて強火でさらに煮込んで、その間に卵をかき混ぜておきましょう。カツが温まったら溶き卵を回し入れて、お好みの硬さになったら火を止める。ご飯にのせて、はい、親子カツ丼の出来上がり。カツ丼と親子丼のハーフみたいで美味しいでしょ、レッドさん。お前、世界征服なんかやめて定食屋やれ。酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れてごま油を入れてよく混ぜたら手の中で丸めて、さあ、アクと油取りながら団子鍋で煮込むのさ。野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味にポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて丹の鶏団子鍋食べよう。ガイマの野望。そうだよな、やっぱ室内犬だよな。貴様の首をもらうぞ、レモンクラー。ちょっとみんなどいてよ、学校終わったら早く帰って。もうアホらしい。わあ、こら逃げるの、レッド覚えてよ。神奈川県川崎市、この地には世界征服を企む悪の組織フロシャイムの支部が存在する。いやー、美味しそうだね。味見てってよ旦那さん。え、いいの？いいですよ。いや、おいしい。ありがとうございます。ほら、みんなも試食もらえないよ。はい、はい、あ、ほんとだ、ウニが甘いですね。ご飯が欲しいね。たらこの粒がしっかりしてますね。私、さつま揚げ大好き。芋焼酎があれば言うことないですね。うちではこんなにふっくらできないよ。本場ならではですね。世界征服すれば日本全国はおろか世界中のうまいものを食えるんですね。そうだよ、頑張んないとね。うまいもの一度の試食で世界征服の野望を新たにするフロシャイムだった。うっせえな。うるさいって。じゃあ私はいつ掃除すればいいわけね。別に今やんなきゃいけないわけじゃねえだろ。仕方ないじゃない。休みの日にしかやれないんだから。パチンコ屋のうるさいのは我慢できるくせに、そんなにうるさいなら掃除が終わるまでどっかに行ってれば。
それでうちに？俺昼まだなんだよ。なんか食わせろよ。ちょっと待ってください。どうも。こんにちは。なんだこりゃ。これ、なんだろこれ。悪い。取り込み中だったのか。すいません。意を消さなくても。昨日の味付けご飯の残りですいません。ったく、かよこの野郎。かよこさんがどうかしたんですか。どうもこうもねえよ。デリカシーがねえと思わねえか。何にも言わねえで人の後ろでガッチャンガッチャン掃除機かけやがってよ。片付け下手のくせに偉そうに。かよこの片付けってのはこれで片付けなんだ。積んだ下の本見たり、タンスの下の引き出し使うとき、結局本が崩れたり動かしたりですぐ散らかるだろ。便座の蓋を閉めとけだの、あんたが使った後のラップの切り口がくっついてるだの、朝から何かと絡んできやがって。なんだこいつ、まだいたのかよ。あ、はい。これはいつの間にかクロサイムのアジトの天井裏に住み着いてしまった謎の生物である。あまりにも謎のため、バンプ将軍たちも追い出せずにいたのだ。なんだよ、なんか用か。話は聞かせてもらったけど、いい？ズバリ言わせてもらうけど、あんた居候のくせに偉そうなこと言うんじゃないわよ。お前が言うな。根本が間違ってるのよ。いい？あんた働きもしないでかよこさんに食べさせてもらってるんでしょ。なんでお前がそんなこと知ってんだよ。掃除くらいあんたが毎日しなさいよ。俺が掃除すると後からやれあれがないとかこれがないとか。違うよ、いいのよ。 あんた正座しなさい。なんでだよ。嫌なら出ててもらってもいいのよ。なんなんだよ。つうか、なんでおめえらまで正座してんだ。なんとなく。ちょっとあんた。なんだよ。あんた分かってないのよ。いい？文句言うぐらいなら、かよこさんが掃除するときに一緒に手伝えばいいでしょ。一緒に住んでるんだから協力しなさいよ。かよこさん、朝から機嫌が悪いって言ってたけど、いろいろストレスが溜まってるのね、きっと。なんで分かんだよ。うなぎ。彼女、保険の外交員のお仕事でしょ。楽なはずがないじゃない。そばにいるあんたが分かってあげなくてどうするのよ。なんでお前がそんなに詳しいんだよ。いいから。かよこさん、最近何か変わったことはないの。例えば髪切ったとか。そんなことまで。私何も言ってないですよ。勘よ、これは勘。失恋や嫌なことがあったりすると髪を切る。女ってそういうものなのよ。確かに髪切ってるけどよ。で、あんたは髪切ったことに対して何か言ってあげたの。似合うねとか。いや。なるほどね。今回のかよこさんの不機嫌の原因はそれね。せっかく美容室に行って綺麗にしてきたのに、あんたは髪切ったかよこさんにも無関心。それでなのかな。男の無関心が罪なのよ。いい？あんた今からすぐ変えなさい。そして髪型について何か言うのよ。バンプさん、残りの続きご飯をおにぎりにして持たせてやりなさい。え？かよこさんお昼食べてないかもしれないでしょ。はい。あと、あれぐらいの年頃の女性には気を使いすぎるぐらい。考えてみれば、なんでバンプ様がおにぎり作れなんて指図されなきゃならないんですかね。まあ、かよこさんのためだから。じゃあ俺帰るわ。そうだ。おいバンプ。はい。てめえはアジトで俺の悪口とか噂話ばっかりしてんだろ。じゃあな。困った人ですね。おにぎり、かよこさんの口に合うといいね。おい、かよこ。どうしたの。お前、飯まだだろ。カップ麺なんか食うな。沸かした湯で今お茶入れてやっから。バンプに味付けご飯のおにぎり作ってもらってきたからよ。バンプさんが。お前、座ってこれ食べてろな。ありがとう。あんたは食べたの。バンプのところでな。何よ。あのよ、お前さ、ん？似合ってんじゃん、その髪型。天井さん、一緒に住んでるんだから協力しなさいってレッドさんに言いましたよね。次回のレッドさん抹殺、ぜひ協力してほしいんですけど。ねえ、今から飲みに行きましょうよ、パーッとね。おう、すげえ天井、ほ
本当に機嫌治ったよ。無視かよ。天体戦士サンレッド、これは川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。あーなご。ちょっと恥ずかしかった。ちょっと私女のタレントがやるアニメのしんちゃんのモノマネって大概似てるよな。マネしやすいのかな。マネージャーさんいいですかね今の。さあ、それいけ。アニマルソルジャー告白。みんなバンプ様がドーナツくれたよ。はいピーちゃん、はいネコくん。あ、僕はいいの。実はカロリー制限してるの。糖尿の毛があるって医者に言われちゃってさ。糖尿の毛？うん、おしっこにいろんな支店の売り上げ利益率が低いな。なぜ骨までしゃぶり尽くす気になれない？すいません。あ、レイさん、時間です。ああ、二十歳のホスです。今夜そんな女からのご指名だ。髪型に合わせて時計も変えたのか。その時計、偽物だ。え、マジで？うそ。鼻が利くんでな。あの客最低なんだけど。だが、今のお前にはそれがお似合いだ。はあ、悔しいか。だったら目指してみるか。本物ってやつ。その疲れは全部俺がここで癒してやる。だからなれるさ、お前なら。レイジ君、ふっかふっか。麺 100% さ。シャンパンタワーサンダースいただきました。ありがとうございました。それいけ。アニマルソルジャー、新しい武器。レッド抹殺の新しい武器、ハンマー。アナここはシャレにならないで、ピーちゃん。世界を敵に回すのはまだ早いって。いつもありがとうございます。いいんですよ、たくさん作った方が美味しいから。ん？レッドさん、何してらっしゃるんですか？見りゃわかんだろ、押し入れの片付けだよ。おお、ちょ、なんですかそのファイヤーバードフォームって。ああ、ヒーローものって中盤くらいになると強い敵と戦うためにパワーアップするんだ。あれと一緒だ。ファイヤーバードフォームは俺の究極形態。よいしょ。そんな奥に入れたらすぐ使えないじゃないですか。鳥の引き肉にみじん切りの長ネギ、酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れてごま油を入れてよく混ぜたら手の中で丸めて、さあアクと油取りながら団子鍋で煮込むのさ。野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味にポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて丹後鶏団子鍋食べよう。前回までのサンレッドは。レッドさん何してらっしゃるんですか？見りゃわかんだろ、押し入れの片付けだよ。おお、なんですかそのファイヤーバードフォームって。ああ、
ヒーローものって中盤くらいになると強い敵と戦うためにパワーアップするんだ。あれと一緒だ。ファイヤーバードフォームは俺の究極形態。よいしょ。そんな奥に入れたらすぐ使えないじゃないですか。どっち？フォーム。我ら世界征服の第一歩としてこの地を征服する。神奈川県川崎市、首都でもないこの地にまた未曾有の恐怖と混乱が巻き起こらんとしていた。バンプ様一人だけ？すいません、バンプ様！遅れました！やっぱり一人だ！すいません、バンプ様！一時集合だったのに。俺たち三人、今年の大掃除当番だったのに。自分、寒風摩擦してたら、タオルが擦り切れてしまって、バイトの引き継ぎがなかなかできなくて。亀吉も手伝わせようと思ったんですけど、全然捕まらなくて。え、あなた方どなた？怒ってる。普段は温厚なバンプ様が。私一人でアジトの掃除すればいいんでしょ。あのどいて、バケツの水変えるんだから。自業自得ね。時間を守れないなんて子供じゃあるまいし、社会人としての自覚が足りないのよ。偉そうに、てめえに言われたくねえよ。いそうのくせに。バンプ様一人にやらせてないで、貴様も手伝え。今から黙々と掃除して挽回しなさい。ああそうだよな。うっす、早く機嫌直してもらわないと。このまま年越しそば食うのもまずいだろう。正月におせち目当てでアジトに来にくいしな。よし、やろうぜ。床より天井の掃除でまた床に埃が落ちるんだから二度手間でしょう。はい。鎧でやってて動きにくくないの？着替えたらジャージか何かに。ああ、日のあるうちに布団を干せばいいのにな。まったくもう、もっと考えてやりなさいよ。だからレッドさんに勝てないの。あ、バンプ様、どちらへ？買い物。床より先に天井やりなさいよ。天井の掃除でまた床に埃が落ちるんだから二度手間でしょ。うちのことはいいから買い物行ってきて、必要なものは書いてあるから。おう。もっと考えてやってよね。たく、大晦日だっつんだったらのんびりしてろっての。貴様、ヒーローだな。あ、なんだお前ら。私はデビルアイ。この世界を手に入れるため川崎にやってきた。あ？え、何？お前ら悪の組織？クッ。だとしたら？なんだ、だとしたらって。俺が悪の組織かって聞いてんのに、だとしたらじゃねえだろ。え？ああ、そうだ。悪の組織だ。スパイクキャノン！ク
ドッズは過去にヒーローを3人倒して、我らの野望のために貴様にもここで地獄を見てもらうぞ。悪いな、まだ買い物残ってんだわ。逃げるのか？っていうかよ、お前らさ、よくリサーチしてから来いよ。ここにはもうプロシャイムって悪の組織がいるんだぞ。何？あ、そうだ、あれ、おめえら先にフロシャイム潰せよ。そしたら俺倒しに来いな。え、お前ら世界征服を企んでるなら後でそいつらも潰さなきゃなんねえじゃん。そうだろ？の、え、いや、フロシャ、そう、いるんだよフロシャイムっていう悪の組織が。先にそっち片付けてこいよ。悪の組織、フロシャイムを。言ったろ、俺は買い物に行かなきゃなんねえから。すぐお前らとは戦えないの。それとも何か待ってるか？俺が鏡餅買うのをよ。それならその間にフロシャイムを全滅させた方が時間の無駄になんねえだろ。ああだろ。あ、それはそうだが、俺がアジトの場所を教えてやっからよ。知っているのか、フロシャイムのアジト。いや、当たり前だろ。ほら、なんか書くもの、地図書いてやるよ。書くもの。ああ、書くもの。あ、持ってますよ、ホーマス。ありがとう。ここからそう遠くないから、分かんなかったら誰かに聞け。この辺の住人なら大概知ってっから、プロシャイムのアジト。ほれ、じゃあな。買い物があるなら仕方あるまい。よし、ではヒーロー抹殺の前にフロシャイムとやらを潰しに行くぞ。はっ。それはそうとして、デビルアイ様、どうした？腹減りませんか？え、俺も減った。何か食いません？では何か食うか。でもこれから戦闘に入るのに満腹だと動きが悪くなりますかね。あ、それもそうだね。ではやめるか。あ、じゃあコンビニで何かパンでも買って分けたらどうです？あ、それぐらいならいいかも。よし、ならばそうしよう。はっ。まったく、せっかく今日は美味しい年越しそばを作ってあげようと思ってたのに、みんな気が抜けてるよ。ん？怪人？コンビニの前にたむろして柄の悪い。困る、あれがうちの怪人だと思われたらちょっと注意しなくっちゃ。それでその怪人たちにバンプさんを襲えって言ったの？俺はお前に買い物頼まれてたからよ。でもその怪人、ヒーロー3人も倒してるんでしょ？あのパンチ力からするとあながち嘘じゃねえな。お前フロシャイムの怪人だな。え、どうするのよ、バンプさんが危ないじゃないの。バンプさんたちはあんた一人も倒せないくらい弱いのに。何言ってんだお前は。やれドッツ。アーマータイガー君。貴様、バンプ様に何してんだこら。何？バンプたちが弱えんじゃねえ、俺が強えんだ。うっ、自分最低っす、ついマジに。アーマータイガー君はバカ力なんだから、ちゃんと加減しなくっちゃ。うっ、すいません。あなたたちも不良の高校生じゃあるまいし、コンビニ前で座っていたらみんなの迷惑でしょ。あなたたちがうちの怪人だと思われたら困るの、私。ああ、確かにそうだな、すまなかった。で、どうしたの、アーマー大学君。うっす、やっぱり大晦日の買い物だと蟹やら何やらで大変だろうから、誰かが手伝いに行かないかってゲイロスたちと話したんです。うっす、すいません。こんにちは。かよこさん。ゲイラスさん、こんにちは。あの、バンプさんは？ええ、今台所にいます。よかった、無事だったのね。え？うん、なんでもないの。はい、これ年越しのおすそ分け。わあ、ありがとうございます。バンプ様、バンプ様。ああ、いいですいいです、私もすぐに戻らないといけないから。ゲイラス君、天ぷら上がったらひとっ飛びしてかよこさんに持って行ってくれる？はい。どうやら機嫌治ったみたいだな。かよこさんのおかげ。ほらほら、台所に怪人が3匹集まってもしょうがないでしょ。掃除掃除。こんにちは。あれ、また誰か来た。あれ、みんなどうしたの？大掃除手伝いに来ました。俺今年エジプト帰んないし、一人でアパートにいてもやることねえし。だったらと思って、みんなで掃除手伝います。雑巾雑巾。みんな上がって、さあ上がって。おお、貴様ら
みんなもアジトで年越ししなよ。いいね、いいね。いいんですか？そもって、俺は毎年越しカップそば持ってきました。年越しもカップなんすか？毎年越しカップそば。今年の目標はワイルド。川崎支部はワイルドに行こう。ワイルドに。ワイルド。ワンプ様、今からみんなで初詣行きませんか？あ、いいですね。行きましょうよ。行っちゃう？行こうよ、行こうよ、ワンプ様。ねえ、おみくじ引きましょうよ。いいよ、俺は信じてねえから、そういうのはよ。レッドさーん。あら？この声は。こっちこっち。バンプさん、おめでとう。バンプさん、おめでとう。かよこさん、レッドさん、おめでとうございます。うるせえ、やめろバカ。あ、レッドさん、あ、今年こそは貴様を地獄へ突き落としてやる。必ずな。いて、ちょ、やめなさいよ。やめろレッド、飛ばすよ。なあ、ワイルドチェンジしなくても。うわ、あの子、ミニで寒くねえのかな。てめえだってミニじゃねえか。おめえもな。やだ。え、もし、明け嫁ことよろっつって、みたいな感じで。ちょっと、田中じゃないの。あ、すみませんでした、すみませんでした。あ、お守り買いましょう、デビルアイズ。そうだな。よく混ぜただ手の中で丸めて、さあ、悪党油取りながら団子鍋で煮込むのさ。野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味に。ポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて団子鶏団子鍋。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。大丈夫か、カタ。お前バイトの時間中ずっと痛そうだったじゃん。レッドのやつ、ほんとムカつくわ、あいつ。仕事に差し支えるから利き腕だけは勘弁してくれって言っとったのにさ、そっちばっかりになってきやがってよ。あ、なんかさっきから酸っぱい匂いするな。いや、あの、僕、今日からあの、酢飯焼きのバイト始めたから。あ？いや、あの、寿司屋で酢飯炊いてるんです、僕。あ、聞こえんねえな。寿司屋で酢飯炊いてるんです。あれから10回以上忘れたぜ、おい。嫌なやつだな。そうそう、嫌なやつなんだよ、レッドは。え、あ、青い。またにかけたストーリー、地球の平和を守るためにまた今日も一人6畳まで腕立てストレッチ。また奴らが連中が今日もやってきた。連絡もなしに5分遅刻でやってきた。世界人の心へ教えてやるぜ、究極形態ファイヤーバード。本当のところは内気なヒーロー。 From me to you、 近づきたいけど君は眩しい太陽。奴には拳を、君には腹をし合わせよう。みんな切る通し、力を込めて今日はもう戦う。天体、天体。
サンレッド。おめえらフロシャイムの怪人だろ。あ、そうですけど。なぜそのことを。あれ、バンプから聞いたことね。僕らまだフロシャイム入ってから日が浅いんで。俺昔フロシャイムと戦ってたんよ。そうなんですか。レッドとつるんで気象戦隊ってチーム組んでたんだよ。当時あいつウェザーレッドって名前で、俺ウェザーブルー。ウェザーレッド。初耳。マジひどいネーミングセンスだよな、気象戦隊って。じゃあレッドさんが晴れで、ブルーさんが雨ってことですか。そうそう、そういうコンセプト。ああ、なるほどね。組んでたってことは今は解散されてるってことですか。まあはっきり言って俺とレッドが仲悪くて。そんな漫才コンビみたいな理由で。一緒だって、漫才コンビも正義のヒーローもよ。そうなのか。まあ直接の原因はレッドが俺の千秋ちゃんに手を出したことだけど、あの時は殴り合いの喧嘩になってよ、最終的に女を取るかチームを取るかってとこまで行っちゃってさ。で結局絶交したんだよ。絶交って。それいけアニマルソルジャー。可愛くないもん。僕は全然可愛くなくないよ。だからコーヒーだってブラックで飲むよ。見てて飲むから。そのまま飲むと口の周りが汚れるのでストローを使っているのだ。かわいいじゃねえか。何？ブルーの野郎、そんなデタラメ言ってやがったのか。ふざけやがって。っていうかこのニッコロガシは何だ。バンプ様からカイコさん、いえレッドさんに持っていくように言われて。何なんだお前らのそのご近所感覚は。で、あ、ブルーさんの言ってた。ああ、ちげえよ。千秋ちゃんと付き合ってたのは俺で、あいつがちょっかいかけてきたんだよ。本当ですか。なんだ、お前どっちの言うこと信じんだよ。いや、別にどっちと付き合ってようが僕には関係が。ああ、レッドさんです。 1000% レッドさんです。くっそ、腹立つわ。どこで会ったんだブルーと。電車の中で。ああ、ブルーさんね、武蔵新城で降りてきました。あいつ今新城に住んでやがんのか。おい、ちょっと今から新庄行ってブルー探してこい。あいつに文句言わなきゃ気が済まねえわ。いや、なんで僕たちが。あ、それに武蔵新庄って言ったって範囲広すぎませんかね。あ、そうだ、俺ブルーさんの携帯知ってますよ。今度戦ってくださいよブルーさん。気が向いたらな。じゃあ競馬教えっからたまにかけてみろよ。ちょっと待ってください。貸せ、携帯貸せよ。俺あいつの番号知らねえんだからよ。いや、じゃあ番号教えるんでお宅の電話でかけてもらってもいいですか。くせえな、貸せよ。ああ、わかりましたわかりました。じゃあ僕がかけるんで変わりますんで、それから。あれ出ないな、ブルーさん。貸せこら。すいませんすいません、レッドさんもう電池がないんで、電池切れちゃうと困るんです。彼女からかかってくるってことになってるんで。ね、嘘つきやがって。まだ電話かけてねえじゃねえか。電池も満タンだし。もし、なんだよ、もうかけてきたのかよ怪人。どうも、あなたのレッドちゃんです。なに、レッド？珍しいじゃん。で、なに？なにじゃねえだろ、このタコ。あることないこと怪人に言いやがってよ。なにが？千秋ちゃんは俺の彼女だっただろ。お前当時別に付き合ってる子いたじゃねえか。恋愛は理屈じゃないんだよレッド君。おお、さすがはホストらしいお言葉ですね。ホスト？ああ、だからあんな時間に電車乗ってたんだよ。仕事の帰りだったんだ。言っておくけど千秋ちゃんはな、俺のこと好きって言ったんだぞ。俺だって言われたよ。っていうかうっぜえよお前、いつまでも結婚した女の話してんじゃねえよ。え、ちょっと待てよ、結婚したの？そうだよ。そう、聞いてないよ俺。いつ？おととし？そんな前に？居酒屋のマスターと、俺たちがよく言ってた？なんか様子が変わってきたな。それでマスターの田舎の大阪に二人で戻った。で、お前ホストクラブいつ休みなの？うん。飲みに行こうぜ今夜。なんか仲直りしちゃってますけど。うわ、りょうが。おー、
千秋ちゃんなら知ってるよ私。昔千秋ちゃんの水泳教室の生徒だったから。そろそろ顔つけてみましょうか、バップさん。まだ無理です。私当時金槌でね。で、千秋さんは結局ブルーとレッドのどっちの彼女だったんですか？え？どっちの彼女でもないよ。二人から言い寄られて迷惑してただけ。二人とも友達として好きって言っただけなのに。そうそう、懐かしいな。よくボッコボコにされたよ、あの頃も。気象戦隊ウェザー3、ウェザーレッドに、ウェザーブルーに、ウェザーイエロー。ウェザーイエロー？三人もいたんですか。今明かされる衝撃の真実、サンレッドは昔戦隊ヒーローだったのだ。世界征服を果たすため我々は手段を選ばない。無機物との融合による怪人の戦闘力の向上、フロシャイムの科学力はサンレッド抹殺のため恐るべき怪物を生み出した。いでよ合体怪人水道管アゲハ。バカかてめえら、合体させんならもっと他にあんだろ、ビームライフルとか。今回は初めてなんで探り探りで。でも水道管もなかなかの狂気ですよ。刑事ドラマとかで犯人なんかがよく使うじゃないですか。バンプ将軍のさっと一品。皆さんこんにちは、バンプです。このコーナーも第6回目。今日も張り切って男の簡単クッキング。さあ今日の料理もとっても簡単。その名も白菜と豚バラの簡単お鍋。それじゃあ材料の紹介。まずは白菜ね、4分の1程度。あと豚バラ 300g ぐらい。あとバター1かけら。それに塩コショウ。以上を準備して。じゃあ早速お料理。画面を参考に白菜と豚バラ肉を切っておきましょう。焦げ付き防止のために水をお鍋に少し入れましょう。だいたい大きなスプーンで 2,3 倍で OK。 そこにバターを入れて、さらに白菜、豚バラを適度な量で交互に敷き詰めていき、お鍋に山盛りにしちゃいましょう。次はお鍋に蓋を乗せて、弱火で白菜がしんなりするまで煮込みましょう。白菜の水分で普通のお鍋のようになったら、塩コショウでお好みの味をつけて、はい、出来上がり。白菜と豚バラの簡単お鍋。うん、これいけるっす。お好みでレモンの輪切りや醤油を入れてもグー。辛いものが好きな人はラー油を少し入れてもいいかも。残ったらラーメンの具にしてもうまさっす。いかがでしょう、ヘンゲル様。乗馬マシンか。乗馬は大腰筋を鍛え、姿勢を補正し、腰痛予防にも効果的だが、問題はこれが展示品だという事実。安く購入できてもすぐ故障しては意味がない。売れてしまうリスクはあるが、的確な判断を下すにはもう少し時間が必要だな。よし、また明日市場に来るぞ。はい。フロシャイム西東京支部幹部のヘンゲル将軍は恐るべき分析能力の持ち主である。もうまた。いいじゃんいいじゃん。俺の前に立つな。シャス、お前新入りか。まだ青いな。レイさん、自分閉めちゃいましょうか。チンピラみたいな真似すんな。すいません。僕かわいいね。どこ行くの？お姉ちゃん連れてってくれる？登ってこい、俺のところまで。銀座で焼肉、レイジさんのおごりです。ごちになります。鶏のひき肉にみじん切りの長ネギ、酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れてごま油を入れてよく混ぜたら手の中で丸めて、さあ悪と油取りながら団子夏
壁で煮込むのさ。野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味に。ポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて団子鶏団子鍋食べよう。